3, 2, 1. はい、はい、Thank you for 3, 2, 1. はい、100 subscribers ありがとうございます。本日は100人、まずは、登録者突破したということで、感謝の気持ちを込めまして、我々についてもう少し詳しい自己紹介などをとミニゲームを最後にしたいと思います。まず私から、私は千春と申します。年は33歳、平成の申し子、平成元年生まれ、魚座大型です。 And you? And me? Introduce yourself. My name is Marcus, a friend of Chiharu, 32 years old, from Denmark. Looks 45 years old though. Sometimes, sometimes. Hi. 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 多分言うことがもうないということです。はい、ここからは私がちょっと日本語の方が断然喋りやすいので、私が、私とマークスについてこれまでの経緯とかを説明したいと思います。まず遡りますこと5年ほど前、2017年なんですけども、私は、その時にやってた仕事も、まあ、うまくいってなくって、ご存知の通り貯金できたことないぐらい貯金できない子なんで、お金もなかったし、その時付き合ってる人ももう2年ぐらいいなくって、まあ、ほんまに何もないなって思ったんですね。その時に何も手元にないなみたいなことを思って、でまあこれからどうしようか、このまま実家に住み続けて死んでいくのかしらみたいな、まあ、大げさに言ったらやけども、そんな感じで思ってて、でどうしようかなって思った時に、まあ、昔から英語は好きで、もう幼稚園ぐらいから小学校からかな、ECC ジュニアっていうのに通ったりとかして、もともと英語好き で ECC ジュニアを高校生ぐらいまで続けてたから、まあ、高校までの英語の点数はやっぱすごい良くって、クラスでもトップぐらいの点数取ってて、でそれのおかげで関西外大っていう大阪にある4大に推薦でその受験勉強しなくても入れたんですね。でも関西外大っていうぐらいやから、やっぱり外国語メインのところなんですけど もうそういう受験勉強もしたことない、英語がちょっと公立校でできるぐらいのやつやったから、大学入って英語が必修やって、で先生がもう外国人の人で、授業が全部英語だったのね、もう速攻1回目から。でもその最初に先生がハローみたいな言った後からもう一切わからんぐらい、私わからんかったから全然ついていけなくって、でも挫折してもうバイトばっかりしてたのね。その時はその枚方にあるラウンドワンっていう、まあ、アミューズメント施設みたいなとこでカラオケの店員やってたりとか、近くにあったスナックで働いてたりとかして、普通に20何連勤とかしてたからお金だけはあったのね。もう普通に朝までのシフトとかもあって、全然学校に行かなくなって単位落としまくって、で4回生になって収録で学校大学行かないと卒業できませんってなって、でも実家から片道 2,3 時間かけて大学通って、収録で車で、でなんとかギリギリ卒業できたっていう感じなんですけれども、まあ、そんなこともあって、まあ、もう英語はもうええわってなったんですね。もうできへんし、わからんし、喋られへんし、で一回諦めて28まで過ごして、で28でもう一回考え直した時に、なんかやっぱり英語喋れるようにはなりたいなみたいなのを思い出して、その外国人の英語喋る人とコミュニケーション取れるぐらいは喋りたいなってなって、でそれやったらやっぱりワーホリとか語学留学行こうかなと思って、初めてその語学留学の大阪にあるエージェントに行ってお話聞きに行ったら、
まあそのこの程度の英語力でワーキングホリデーで行っても多分仕事見つからんくてあんまり楽しい生活できないと思うから、まずは学生ビザで行ってがっつり半年勉強して、で一回帰ってきて、でまたワーホリで行った方がいいんじゃないかっていうのを勧めてもらって、でそうやなと思ったから、まず2017年に学生ビザで半年間語学学校を予約して、オーストラリアのブリスベンっていうところに行きました。で最初はクラス分けのテストしたら、やっぱりあの一番下のレベルのクラスやって、でまあそこから真面目に毎日学校行って勉強して、中の下ぐらいのクラスまで上がったところで半年間終わったんですね。でその時にちょうどマーカスともそのブリスベンで出会ったんですけど、でももともと私が半年間だけしかブリスベンいる予定なかったっていうのと、まあそんなパッとあったどこの馬の骨かもわからん外国人のこと、まあ信用はできないじゃないですか、そんな簡単に。まあそんな期待しても傷つくんはこっちやっていうのもあるし、まあ散々もう散々な恋愛をしてきて、私の友達はもうよくご存知だと思うんですけれども、どんだけ引き強いって言われるぐらいやべえやつばっかり付き合ってきたんですね。っていうのもあって、まあ、私が選ぶ男はもうやばいやつしかいないっていうぐらいやったから、まあ、私がいいと思ったってことはまあいい人ではないんだろうっていう感じやって、まあ、本当に何も期待もせず、まあ、日本帰るまで楽しく遊べたらいいかぐらいで、まあ、週1ぐらいで遊んでたんですけれども、まあ、私が帰るってなった時に、まあ、ただ半年後ぐらいにまたワーホリで戻ってくると思うわって言ったけど、日本の居心地が良すぎて、その時あの大阪のスタバで働いてたんですけど、スタバの店長さんっていうのがもう私が人生で初めて出会っためちゃくちゃいい店長で、店長ってもう本当私何十個と今までアルバイトしてきたことあるけど、店長って大体やばいやつ多くないですか？まあ大きな声では言えませんけども、まあそんなすごいなっていう人には出会ったことなかったんですね。でもその大阪のスタバで働いてた時の店長っていうのがめっちゃくちゃいい人で、もう今でも連絡取り合うぐらい、たまに連絡するぐらいやけどもつながってるぐらいもう大好きな店長やって、でもそれもやし、で働いてる人たちもすごいいい人多くて、すごい働きやすい職場やって、でそんな職場結構初めてやったから、まあもう楽しくてしゃあなかったのね。でも辞めたくなかったし、最初半年ぐらいでポッと辞めちゃおうかなってぐらいの感覚やったけども、辞めたくなさすぎて1年ぐらいかな、その年の12月31日までがっつり働いて、でもなんやかんや本当に連絡が続いてて、でそこを1年ぐらい遠距離で続いてるんやったら、まあ、もう一回戻ってみてもいいかなと思い出して、で言ってた通りワーキングホリデービザを取得して、2019年にもう一回オーストラリアのブリスベンにワーホリで戻りました。でその間はお互い家を別で持って、お互いそれぞれ暮らして、まあ予定が合えば遊ぶ、だから1週間に1回とか2週間に1回ぐらいまあ遊びに行くみたいな関係やって、でその時私は英語ほとんどいらないような職場で、まあ、半年ちょい働いて、でそれからあのワーホリのセカンドビザが欲しかったから、セカンド取るにはファームとかで働かないといけなくって、でファームって言ったらそんなブリスベンシティにはないのね、もっと田舎の方に行かないとなくって、まあ、最終バンダバーグっていう町の、トマトバックパッカーやったかな名前っていうところに行ったんですけど、まあ、そこの本当オーナーと働いてる人がもう本当にもう人間の底辺みたいなぐらいの性格の人たちで、もうほんまに嫌すぎて、最初はもう4ヶ月ぐらいがっつり働いて申請しようと思ってたけど、もうほんまに無理すぎて、そこにいることが心がもう限界やったから諦めてブリスベン一回戻って、でマーカスとまた一旦バイバイっていうのでお別れして、私だけ日本にまた帰ったんですね。で日本からセカンドの申請して、
すぐ降りる人もいるんですよ。申請して数秒後にもうメール来てビザ降りましたっていう人もいるんだけど、私の場合はなかなか降りなくって、2ヶ月経っても降りなかったのね。で、まあ、3月になってまだ降りへんなとか言ってて、で3月16日にやっとビザが降りましたっていうメールが来て、メール来た瞬間にもその5日後の21日の、オーストラリア行きの飛行機を予約して、でそれに合わせて全部予定を組んで、でパッキングも始めて、で19日に地元のイオンで買い物してて、あと足りんもんというか、あのブリスベン持っていくもん買いに行こうって買い物してたら、マーカスから電話がかかってきて、で何かなと思って出たら、今日の違うな、明日の夜にもうオーストラリア政府が国境閉めるって言ってるって言い出して、だから今日来ないともう入れないかもしれないって言われたのね。でその時っていうのは、あのちょうどコロナが一番最初に流行りだして、いろんな国がどんどん国境閉鎖した時期やったから、私もそれは心配してて大丈夫かなって。でもオーストラリア政府はまだ何も言ってなかったから、まあいけるやろって思ってたけど、急に明日の夜国境閉めますって言われたもんやから、でそんな急に言われてもと思って、だってもう21日の飛行機のチケット取ってたし、でお姉ちゃんたちに会いに、お姉ちゃんとか姪っ子甥っ子に会う段取りもしてたし、ってなったけど、ちょっとそんな急には分かった行こうわとは言われへんかったから、ちょっとあの家族と相談しますって言って一回切って、でもその家族と相談してる間も、もう他にもあのオーストラリアその時友達何人かいたんですけど、その友達たちからも続々とやばいで、早こなやばいでみたいなどんどん来てて、でもそんなんやったらもう次いつ国境開くか分からんし、今行かな多分もうなかなか会えへんくなるかもしれんなっていうので、行くこと決めて、でマーカスに分かった今じゃあ今日もう出るわ日本って言ったら、もうその時にはその日の夜の飛行機をもう手配してくれてたのね。でそれがオーストラリア関空からブリスベンに行く最後の飛行機のチケットやって、でマーカス曰くなんかどんどんそのチケットとかその飛行機の座席が埋まってたから、私の返事が待ってたら多分飛行機、ソールドアウトになっちゃうってことで、先にチケット買っててくれたのね。でそれが多分9時関空発ぐらいのやつやって、もう日本からあの郵便局で EMS で荷物も送り終わってたし、でその日の午前中にもう市役所行って住民票抜く手続きも終わってたから、たまたまやることやってたのね。だからもうとりあえず荷物を最終の荷物詰めて空港向かうだけやって、でその間にお姉ちゃん家族と姪っ子甥っ子もあの来れるってなって、まあ、ギリギリ会えて行ってくるって言って、で日本出たのね。で関空からブリスベンに直行便っていうのはなくって、いつもだいたい関空ケアンズでブリスベンっていう乗り継ぎをするんだけども、そのケアンズっていうとこでだいたいいつも2時間ぐらい乗り継ぎで行けるのが、もうその国境閉まるって急に言ったっていうのもあるし、最終便っていうのもあってケアンズで6時間から8時間ぐらい待ち時間あったのね。でケアンズ行ったことある人分かると思うけど、何にもないのね。そんなに6時間8時間も時間を潰せるラウンジもなけりゃベンチもねっていう感じだったから、私はとりあえずまあ腹ごしらえだけして、もう普通に外の何のセキュリティもないベンチの上で爆睡したりとかして、でたまたまその日が私の誕生日だったのね。3月20日なんですけども、誕生日に一人でケアンズで6時間8時間時間を潰さないといけないという、まあなかなかパンチの効いた誕生日を過ごせたんですけれども、でもそこからケアンズから、ま、飛行機が飛ぶかもまだ分からんし、その時飛行機会社なんかもみんなてんやわんややったからキャンセルとかもバンバン出てたし、でも私の飛行機はちゃんと飛んでくれて、でその日の夜にで無事再会できたっていう感じなんですけども、だからもしこの飛行機に乗れてなかったら、それからもう2年以上経ってもまだ会えてなかったから、多分そうなってたら別れてたなと思うんですね。さすがに2年以上会われへんかったら多分続いてないしっていうのもあって、本当にその
マーカスが慌てて電話してきてくれたおかげ、プラス自分がもういろいろ荷物の手続きとか市役所の手続きとか全部たまたま終わってたっていう、こういろいろ偶然っていうか重なって今一緒にいるから、なんか臭いこと言うけど運命ってすごいなっていう思いましたっていう話です。で、まあ約2年ぐらいそっからオーストラリアで同棲して、で今マーカスの仕事の都合でデンマークで2人で暮らしてるっていう感じになります。まあ、だいぶ喋ったけど、まあ、これでもだいぶはしょったのね。全然もうつまむぐらいしか喋ってないねんけど、まあ、全然まだまだ喋れねんけども、まあ、とりあえず長くなっちゃうので今回はこのぐらいにしたいと思います。